申し訳ございませんでした。 JR 東海は東海道新幹線の男性運転士が走行中にトイレに行くため運転室を3分間離れていたと発表しました。運転士は今月16日の朝、東海道新幹線のひかりで熱海から三島に向かう途中、腹痛を感じ、車掌を呼んだ後に運転室を離れました。しかし車掌は運転免許を持っていなかったということです。運転室を離れた際の走行速度はおよそ150キロ。乗客160人に怪我はありませんでした。運転士は停止することで列車を遅らせたくなかったと話しているということです。